どうもハピネスダークのハピネスです。ウォーフレームの証言実況プレイやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。オンオンオン、オムライスを食べたいんでしょ。食べさせてあげるわよ、私が。というわけでね、今回フォーチュナーの方行きたいと思います。フォーチュナーに行って、以前ちょっとお話しさせてもらったんですけど、フォーチュナーのまだ俺全部巡ってないんですよ。配信から何日目だよっていうレベルなんですけど、俺まだ全部ねフォーチュナー巡ってないんですよ。この実況動画を収録しようと思ってて、なので今回の実況動画では左半分に行きたいと思います。地図の左半分ですね。うん、で次の実況動画で右側に行きたいと思います。うん、それに行って、でフォーチュナーに何があるのかっていうのをね、このオーブ峡谷ですよ、うん、そうそうそう、ここに何があるのかっていうのを俺ちょっと探ろうと思って、今回の実況動画でね、うん、なんか地図上で見ると利益の寺院とか、なんかオロキン採掘所とかあるじゃないですか。だからあれがいかなる場所なのか、今回ちょっと初見実況動画のナンバリングを進めながらねやっていけたと思います。ロード投げーよー、おいーあ、おいー、ほんと長いんだけど、これ無限ロードじゃねって思えるぐらい長いんだけど大丈夫収録回ってるんですけど。あ、いったいったいった、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあね、今回左半分ということで、まあここからですよ、ここからこっち側行く場所いっぱいあると思います。はい、まずね、下からアスタクレーター、パール地帯、ここはまあいつも行ってるとこなのかな。うん、まあとりあえず名称がついてるところを順々にね回っていきたいと思います。利益の寺院を最後にして、うん、それで行きましょう。じゃあまずこっからですね、行きましょう。あ、向こう側なんだ、なるほどね。今日モアちゃん一緒にいます。まあフォーチュナってことでね、でゼファーでね行きたいと思います。ちょっと軽ドライブでもいいかなって思ったんですけど、まあゼファーでねサクサク最初のとこぐらいは行っちゃいたいと思います。はい、あ、ここは、あー、いる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 、ほら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 、そう、最初にね、いるんですよっていうのをね、生放送中リスナーの方に教えてもらってね、あのでかい雲、こいつ前回あのボックスソラリスやった時に出てきたやつと一緒だよね、おそらく。プロフィットテイカー、乗れるのかな、ちなみに。あ、乗れるわ。おー、おお、ちょ待って待って、ちょ待って、貫通してる、壁蹴ったよ、今。なんなんだろうね、こいつは。まあ、今度のなんかアップデートでアークウィングの武器が使えるようになるなんていう話もありますけれども、まあ、実際アークウィングの武器って確かエイドロンの草原のヘビーガンナー級のやつが使ってくるんだよね、若干で。そんな感じでこっちも使えるようになるんだと思いますね、おそらく。うん、おそらくね。いや、すげえな、これ気持ちいいね、ここ。うん、でもこのプロフィットテイカーなるところは毎回来てるね。いや、プロフィットテイカーはあいつの名前だ。ここはね実際来てましたね。じゃあクレーターはそこか、ボックスソラリスでやったステージのところだね。じゃあこの辺はいいか。じゃあこの端っこの方行ってみましょう。パール地帯、ここがいかなる場所なのか調べに行きましょう。あれだ、フェイヤー、あいつは何なんだろうね。でももっとでかかったような気がするな、ボックスソラリスで出てきたやつは。で今バックルームに入ると、あのエウディコさんが大きな計画があるのよって教えてくれるじゃないですか。あれ多分、あ、何ここ、それだと思うんだよね、その次なるアップデートのミッションだと思うんだよね。何これ、なんか作ってるな、これ初めて見たな、これなんだ。おお、でんでん、なんかコンソールもあるよね、あのオレンジの、あれもちょっと実況動画やってみようかなって思うんですよね。あれ何なんだろうと思って、やばい、間違えた、ミスった。このオレンジの光、ちょっと敵邪魔だな、敵潰そう先。いいよ、もう戦って、じゃんじゃん戦ってくれたまえ、危ねえ。そう、あんまねここゼファー向いてないんだよね、あの衝撃ダメージやってくるやつが多くて、効かねえだと。あ、今日あとねキットガンを持ってきております。このなんかアトモスみたいなキットガンですね、炎を噴射するガン、キットガンですね。モアはダウンしています。あれ、敵強くないか、ここ。ちょっと敵が強い気がするぞ、これなんだろうな、すげえなこれ、なんか、おお、何を作ってんだかが分かんないってすごいねやばい、これ落ちたらどうなんだろう。はい、奈落の底、見てはいけないものを見たっていう感じだったね。ゼファーね、
そこの地の底には見てはいけないものがたくさんあったみたいな。あ、攻撃しても何の意味もないんだね。これの上には乗れんのかな。あ、乗れるわ。あ、乗れる乗れる、めっちゃ乗れる。おお、うわー、降ろされるよすげえ面白い。何がなのかわかんないけど。ちなみにさ、あのコンソールなんかできるんだよね、あれはめると。ちょっとあれもやってみようか。なんか各所でやるとなんちゃらかんちゃらっていう話は聞いたことがあるんだけど、具体的に何が起こるのかとか聞いたことなくて。え、データマスをターミナルに作業を開始する。お、コーパス参上。コーパス参上って、あんたコーパスみたいな。なるほど、ちょっとやばいなこれ。巡ってる場合のミッションじゃない気がするな。なんかそれに見合ったビルドじゃねえし俺。うわー、ちょっと待って、上からめっちゃ攻撃してる。やばいやばいやばい、何かしら、何が始まったのかしらこれ。何なのかしら。モアはダウンしています。マジか、防衛対象が2つもある気分だな。トマトケチャップを見る前に切り上げて切り上げて。とりあえず戻ってきました。ちょっとモア君ね、大変だったんでちょっと置いてきて、そう、モア君にはちょっとね休憩してもらって、ちょヘリオスに変えてサリン姉さんで来てます。まあ広範囲で攻撃して一気に殲滅もできるしと思ってね。いやちょっと余計なのが多いね、ちょっと余計な敵が多いかな。この辺潰さないとちょっとめんどくさいね。逆に早くコンソールアクセスしたいんだけどな。あいつもなちょっと厄介なんだよな。これな、これがやばい。オッケーオッケー、倒せたね。オッケー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 。まああの雲とジャッカル普通に出てくるみたいですけど、まあサリン姉さんであれば大丈夫だと思います。行くぜ、かかってこいや。俺は今度は負けないぜ。ゼファーとちょっとモアちゃんはやられたが俺は負けねえ。かかってこいやベイベー。あれは壊せないね。なんだろうな、あの装置か、あれか、あれがやばいやつだ。あーちょっとリロード入った、マジか。オッケー、ちょ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 、オッケー、了解了解。よしよしよし、どんどん破壊していきましょう。船も破壊できたら嬉しいが無理だね、ちょっと火力が足りないね。まあ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 、別に降りてきたところでね大丈夫だと思います。またお前かよまたあんたかい、出てきすぎでしょ。 OKOKOK、 まあ撃たれる分にはサリン姉さん大丈夫です、非常に強くしてあるので。 OK、 気持ちいいね。やばい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 、やっぱり火力がすごいんだな敵の。さっきと違って本当に殲滅フレームだからね、失敗はないはず。失敗したらびっくり、ってなるわ。いっぱいやって、俺もコーパスになっていこう。いっぱいやって、いっぱいやってもらいたいっつってね。いっぱいやって、大好き。これであれば問題ないと思うんだ、何事も。あの飛んでるのもやばいよね、あいつも結構強い。あ、しかも新敵だ、俺会ったことないやつだ。ヘリオスがスキャンしてくれてるから。なるほどな、あと1分。これスキャンすると何なんだろうな、実際何が起こるんだろう。うわ、出してくんのこれ、へえ知らなかった黄色い雲出してくんだあいつら、すげえな。そんな、おお、なんだハイエナパックか、オペラのシステム。あ、パックだ、あパックじゃねえ、ザヌーカだった。なんだなんだ、お前パックだと思ったじゃねえか。はい、あ死んだサリン姉さんのアビリティに耐えられると思うてか。オッケー、毒もやってくんのか、すごい意気揚々としてんなこいつら。オッケー、ちょっと待って待って、巻き散らさなきゃ意味ない。これ何の攻撃だ。あ、お前か、お前のロケットか、分かった分かった、お前の攻撃な、お前の攻撃ベイベー。うわ強え、毒持ってるロボットって何よ毒を吐いてくるロボットって一体何なんだ。いや楽しいね、やっぱね、この BGM も相まってね、コーパスの金星はね面白すぎる。あと4秒、お疲れっしゃサリン姉さん。オッケー、でなんだ、残りの敵を殲滅。オッケーです、いやー守ったね。それで結構がっつり守ってくださいって感じだね。てか難しいね、守る内容が、守る内容だけに。はいはいはい、オッケー、ヒットガンやばい。ああ、嘘だろ、ふざけんな、お前ら一気に弾幕浴びせすぎだろまあ俺もヒットガン選んだ、俺もバカだったけど。で通信バッチリ、始めるわよ。何を、全然わからないんですけど、何をですか。
何が始まるのこれは。めんどくせえなお前もう。ちょっと何が始まるのか教えてもらいたいんだけど。ん？あれは何？あ、ラプターだ。嬉しいね。あいつから顔料が欲しいんだ俺。よし。オッケー。これ何？ん？何をすんのこれ？あ、これでクリアなの？あ、40いくつって書いてあるな。あ、ここか。あ、何これ？あ、ここ自分たちの基地になったってこと？あー、なるほど。あ、そういうことなんだ。各所、こう巡って、コーパスから、基地を取り戻そうよってことか。なるほど。そういうことか。で、参加可能なミッションとかね、ここからも受けられるようになるよという。はぁ、敵を一掃しようっていう話なんだ。だから猛攻撃していくんだね、敵が。へぇ、そういう内容だったんだ。初めて知った、これ。じゃあ次。寺院製造現場。これは最初になんか行ったことあるような気がするな。その最初のボックスソラリスのアラートで行ったような印象。行ってみましょう。さあ着きました。ここ寺院製作現場、あの顔があるところだね。なるほど。いやー、この顔もまたシュールだよな。おお、ここもあるんだ基地。あ、いいね。じゃあこれ巡りながら基地奪還していこうかな。そういう動画にしよう。うん、一本で収まるかどうかは分かんないけど。さあ、通信機器、ハッキングするためのコンソールを俺にくれ。頼むぜ。いで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 。ちょっと調子に乗らない方がいい。調子に乗らない方がいい。なんかさ、この敵のレベル20とかじゃない。これ20にしてはめちゃくちゃ強いよね。これ、新参天皇とか普通に弾幕でやられるでしょっていう。すごい数がいるんだよね、やっぱりね。で、みんな精密射撃やってくるからさ、この辺の敵は。コーパスね、みんなあのウォーフレームの敵っていうのは。だからちょっとね、ちょっと困っちゃうよね。おお、で寺院建設っていうのはまず顔から作るんだね、こういうのは。なるほど。なんか匠のその手順を知った感じがするね。匠はこうして像を作るみたいな、そんな感じだね。まあカットつなげながらやっていると思います。何がね、こうただの防衛ミッションなので、そう、単純な防衛ミッションなのでカットをつなぎながら各所をやっておりますね。危ない危ない、放ってないな俺。よし、オッケー。あ、これでやってくる敵のレベルがちょっと高いってこと？そういうことでもないか。まあアルゴナフが強いですね、普通に。めちゃくちゃ強すぎて気持ちいいですね、使ってて。いっぱいだって。どこかな、どこかな、どこかな、そこかな。見えたよ見えたよ。わあ、グレネード、あぶねえ、ビビった。おい、はい、毒、毒巻き散らして、毒巻き散らして、してしてしてて、してしてて、あ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 、わー、いきなりかよてめえ。いきなりやってきやがったなあいつ。で、いきなり死んだな。あいつすげえ低空飛行じゃね。わわわ、お前にやられるんだよ俺さっきから。そのなんか正面から撃ってくるやつ、それがやばいんだよな。ちょ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 、落ち着け落ち着け。よし、オッケーオッケー。すげえ数だわ。あと上の装置うぜえわ、あの超絶ロックで撃ってくるやつ。あ、しかも追尾してっからな若干。よし、あとこっち側もあったでしょ。あったあった、オッケー、落ち着いた。これ守りきった感ありますね。大丈夫そう。ちょ、回復したいな。まだ来んの、まだ来んのお前ら。結構来るね。よし、オッケー。いやー、飛ぶやつうぜえ。いちいちノックダウンすんのがうざい。よし、オッケーオッケー。あと9体余裕ですね。みんな止まっちゃえよ、動きなんか止めちゃえよ。オッケー、なんか10分だけ。オッケーオッケー、キャンプが設置。ここ自分たちの基地になったんだね。おいえー、すげえぜ。オッケー、ロボットたちも動き止めろよ。なんで一矢報いようとしてんだよ、危ねえよ。オッケー、でここの基地なんだ。へえ、この青いグリーン、あの青いゾーンの中には敵は入ってこないよう的な感じがするね。おーいえー、やったぜ。ここも回収したね、初めて見たこのポイントも。オッケー、今回は失敗なしでいけたね。おー、いいね、気持ちいいね。こうやって敵の出現率がどんどんさ下がってくると、消滅ミッションやりにくくなるのは気のせいなのかな。なんか消滅ミッション敵出てこないじゃん、フォーチュナって。なんか利益の寺院ってやばいのがあるんだよね。なんか変な
雲みたいなの出現ポイントじゃなかったっけ、違うっけ。でなんかあのアニオさんの像、でかい像みたいなのがあるとこだよね多分。俺のああれだあれだあれだ、うんうん、あれね、めっちゃ近く寄ってみたかったんだよね俺近くで見てみてっつって。であのジーン製造工場みたいな、ここ製造場ってことは第二のあれを作ってるってことだよね。いやどんだけ時間かかるんだあれ作るの。なんか顔しかできてなかったぞまだって感じだよね。あれもいつからやってんだか。なんか浮いてない、何これ、なんか浮いてるけど、これコンテナだよね明らかなんで浮いてたんださあ、おーでけえ、こんな近く来たの初めてだわ。何これ、あテラコーパス、これまさかの。おーかっけえ、めっちゃかっけえじゃん、いっぱいやって。うわ頭上乗りてえこれ、うわーすげえ、俺コーパスになった気分だわ。いいかい、いっぱいやって、もろとも飛んで、よしもろしげでしたね。うおオッケーオッケー、ちょっと利益のジーン確保できないのかな、ここは。ここできなさそうだな、コンソールなさそう。ただ中入ってみたいね、これ中入るんだよねジーンってぐらいだから。すごいねここは、あ入れるぞ、いって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 、おおすげえ、ふもとまでやってきた。あれ上乗れんのかな、てかこれまだ中入れそうだけど、ここで全部ってわけじゃない、ここから入れるのか、あ入れるぞこれ、なんだこれ、お施設になってる普通に、なんじゃこりゃ、すげえな。ちょっと間が持つのかなこれ、いや収録時間足りるのかなこれ巡るの、行ってみようか。下、おお下なんだ、上じゃないのね、はい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 、わすげえ。で何があるんだここには一体、なんかアクセスできたりすんのかな。あ、ごめんなさいね、お邪魔してます。おお、なんか注意みたいな。おお、なに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 、あ、洞窟だわ。あ、洞窟をこう、掘ってんだ、ここで。へえ。なるほど。すげえな。あ、敵いる。レベル30なんだね、基本。こいつ結構強いやつだね。はいはいはい。広いね。うわ、すげえ！なんだこりゃ。うわー、やばいやばい。おお、いやー面白いねこれ。おお、すげえ SF してんね、やばいやばい、面白い面白い。でこっちは、あこっちも続いてるわ、あこういう感じになってんだ、へえ。ここ綺麗だね本当に、洞窟がね。ちょ、オッケーオッケー、うるさいうるさい、落ち着け落ち着け、バーサがいんのか邪魔だな。こう奥もあるね、あ奥はでも特に広がってるわけじゃないんだね。おー、あーなるほどね、これぐるぐる巡ってる感じかな。利益の寺院ってこれだけかな、なんか俺巡り損ねてたらリスナーからコメントでね、何々ありますよってなんか教えてもらえそうな感じもするしながらないけどいやでもできるだけ巡っておきたいなっていう気持ちはあるんだけど、あこれぐらいなのかな利益の寺院って。なるほど、へえ。なんかまだ他にいろいろありそうな感じもしたけど、あれはコンソール？まさかの。なんかアクセスできるな、ここ下にアクセスできる場所があるぞ。あれは明らか中から行くやつだよね。あのコンソールは一体どこのコンソールなんだろうな。こいつめっちゃかっけえな、すごい拠点だね完全にね、敵の。おーすげえ、なんか中心部になんかあったりしないかな。でけえなー、すごいなーこれ。ちょっと上まで行ってみようか、上からそのこの足音の原因も探れるかもしんない。もうラスボス戦の戦場じゃんこれ、やばいやばい。おお、いけるぞ、高い高い、よいしょよいしょ、来た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 、てっぺんてっぺん、おお、ここがちょうど中心だね。ひゃー、たっけー。うわー、アーニョさん、でけえなー。よくもまあ、作ったよ、こんなん。よいしょ。あ、顔つぶれてないこれ。顔つぶれてない、顔破壊されたとか、そういうこと、顔がなかった、これ、何気に。俺、顔、あるもんだと思ってた。あ、そんで顔を作ってんだ、あそこで。
あそこ製造所ってこう、そういうことか。なるほど、あの缶をここにこれからはめようっていうことなんだね。はぁ、なぜかこのボイドの構えはさ、完全にバロ吉と一緒だよね。あれはバロ吉というよりボイド関連のなんか構えなのかな、これ。宗教的な意味合いのある。よいしょ、すげえなー。で、あの地下が、地下になんかコンソールがあるんだかないんだかはまだ解決してないな。あるんだったら行きたいんだけどな。そこから入れそうか。うーん、ここはただの出入り口になっちゃうな。情けだな。いやー、いた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 、あの雲。あいつだよね。あ、こいつだこいつだ。エクスプロイターオーブ、こいつがどうしても倒せないやつね。手持ちの武器じゃ。うわー、すげえ、なんか吹雪舞ってるし、いてえ。なんかやべえ、距離感がつかめなかった今。あいつやばいな。おお、これはオロキン関係のやつ。なんかすげえ壊れてっけど。うわあ、すげえすげえすげえ、なんか急にダークファンタジー。うわあ、なんかやばいね、こんなこともあんだね。これちなみに奥行くと、うわあ、やばいやばい、なんか、あー、吹雪がやばすぎて進めないみたいなね。はあ、なるほど、そういう風になるんだ。へえ、いやー、いろいろ楽しかったね、今回ね。ちょっとがっつり収録って感じになったけど、見どころ多くてすげえ嬉しいわ。お、やべえ、あいつ。なんか吹雪やってるわ、完全。まあ、利益の寺院も来れたし、よかったわ。ちょっとね、あの地下に通じる道があるんだかないんだかがちょっとわかんなくて、それだけが唯一心残りかなーとも思うんだけど、これね。そう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 。なんだったんだろうな。すげえ、なんか顔の中に閉じ込められた人みたいな感じだね。一応これ顔の中なんだけど。まあそんな感じでね、今回、オーブ峡谷こんな感じで、クリアできました。で、これオロキン採掘場をしっかり見つめてる感じがするね。方角的にはやっぱりボイド関連の方角を眺めるようにアニオさんが指示したっていう感じがするね。うん、ボイドに対して祈りを捧げるようなそんな銅像をここに建てたいみたいな、そんな感じがしなくもないね。はい、まあそんな感じで、今回ね、この寺院を巡るというか、なんというか寺院を巡るというかね、ポーチナのオーブ峡谷左半分をね巡る実況動画でしたけれども、次回は右側をね、どんな感じなのか見ていければと思います。はい、そんな感じでお送りしたのはハピネスダークのハピネスでした。またお会いしましょう。さよなら。